皆さんこんばんは。やってまいりました。火曜の夜7時、エリューの愛でサロブリユ始まります。皆さんとの今日の時間が楽しい時間になりますように。よろしくね、山ちゃん。はい、よろしくお願いします。今日のテーマ、しっかり考えてきましたよ。はい。てーんって言いたかったんだけどな。いや、自分なりに頑張ってまいりました。はい。山ちゃん、どう？重ねる？あ、いいと思います。ねえ、うん、先週、帰り際にね、ちょっと打ち合わせしたんだよね。うん。来週どうするみたいな。はいはいはい。今日のテーマ難しかったよねとかって話しながら、うんうん、じゃあ来週は重ねるでいこうかと。はい。ねえ、うん、みんなとね、こうね、今日も2時間お耳にかかれることがとても楽しみに待ってましたよ。はい。皆さんもぜひ、コメントの方よろしくお願いします。ではメールアドレスお願いします。はい、メールがですね797@fmginowan.com 797@fmginowan.com でございます。皆さんよろしくお願いします。そして FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しております。そちらからも気軽に、参加できます。番組にぜひ皆さん参加してください。 FM ギノワンのホームページ検索すれば、見ることができます。そして、リスンラジオでも、聞くことができます。スマホで簡単に聞けますので、そちらも重ねて、聞いてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはい、なんだろう、私ちょっと今、最初、吹っ飛んでしまって。はい。なんか、よし、これとこれとこれを言おうとか思ってたのに。はいはい。吹っ飛んで、はーって感じだった。なるほど。自分今どこにいるか分かんなくなってしまった。ありますね。そういうこと、結構ありますよ。はい。ある？やっぱり。あります、あります。なんか、あれ喋ってんだけど、私今どこにいるの？忘れちゃうんだよね。始まったら。ねえ。はい。いやー、びっくりした、今は。はい。もう一度言いますが、今日のテーマは重ねる。うん。ね。で、後半戦ではというか、このテーマの中で思い出に残っているお誕生日。はい。そんなのを話していきたいと思います。うん。だって今日私の誕生日だもん。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。昨日びっくりしたよ。昨日さ、うん、今日、あ、明日お母さんラジオなんだ、夜いないんだよねって話してて、はいはいはい、そうそう、明日いないんだよって言ったら、うん、ちょうど昨日長男も仕事休みで、はい、で、なんか急にね、子供たちがなんかバタバタ忙しく動き始めて、なんか長男と出かけてったわけ。ほうほうほう。あれ、今日みんな休みだからちょっと遊ぼうかな、ご飯食べに行こうかなとか思ってたのに、うんうん、一人ポツンとお家にいて、はい、なんだって思いながら、うん、ちょっとつぶやく相手もいないので、Facebook につぶやいて、はいはい、子供たちがみんないなくなったとかね。うんうんうん、そうしたら、なんと、なんか一日早いお誕生会をね、してもらって。感動ですね。びっくりした。今日のテーマの時には、ゲストもお迎えしているので、皆さんお楽しみにね、はい。びっくりするかもよ、今日のゲスト。知る人ぞ知る、大山のエッセンス、うん、ヒーリングのね、あらまあ。はい。そうなんですよ。エッセンスというね、はい、ヒーリングスペースがあるんですけども、やっぱりこう、沖縄で言ったら、そこが一番じゃないかと、うん。知らない人はいないんじゃないかとね。あ、そうなんですか。うん、結構有名。まあ、私ももう20年ぐらいのお付き合いがあるんですけど、はい。何度かね、こう、出てようって言ってたんですけど、うん、うん。って言ってもたんだけど、やっと OK が出て、はいはいはい、今日のテーマの15分からはスタジオに入ってもらって、はい、一緒にトークしていこうかなと、はい、思っております。一瞬、はい、はい、なんだろう、山ちゃんがふっと思い出す誕生日ってある？自分の誕生日。うん、小学校の時に、うん、マックでやりました。貸し切りじゃなくて、うん、なんかお友達と、そうそう、ハッピーバースデープランみたいなのがあって、ドナルドだっけ、うん、変な、うんうんうん、あいついるさ、うん、もじゃもじゃの、そうね、ピエロみたいなやつ、うん、あれが来てくれた気がします。へえ、なんかいいのいいの、今考えたらすごい頑張ってくれたなと思いますね。あ、いいね、うん、思い出に残るよね。残ってますね。ねえ、これぐらいかね、うん、
なんかでもきっと重ねるのテーマに入ったらいろいろ出てきますよ、うん、誕生日自体がね、うん、そんなんでもないっすね。あ、ほんと。あの僕4月なんで。4月何日？17。おお、お羊。そうそうそう、通りで私たちぶつかるわけよ。あ、そうなんですか。お羊。私もお羊。なんかこうバーってなんかもうイノシシじゃないけど、うん、思ったら進んでるのか、うん、思いがまだ固まらないうちに進んじゃうのか。あ、あるね。ね、なんかもう、うん、気づいたら動いちゃってるみたいな。はいはい、ありますね。ね、うん、あ、そうなんだ、山ちゃん、そうなんだ。そう、だから、うん、結局、クラス替えとか、新学期、うん、新生活に全部重なるので、うん、だいたい新しい感じになる時期なんですよ。うん、なんかいいね。そしたら、うん、こう、あんまりこう、覚えられてないというか、うん、そう、そうそうそう、覚えられてないけど、こうね、学校始まってからだからいいよね。私春休み中にお誕生日なので。あ、なるほど。でもなんかね、学年関係なく春休みにわーってお友達が集まって、うん、はい、お誕生会してましたね。あ、いいですね。30〜40人集まってた。あんなに大変だ。お家入りきれないので。お母さん大変ですね。お家か入りきれないので、はい、公民館を借りて、小学校の時は。すごいですね。で、中学校になるとだんだんこれが人数がこう絞られてくるじゃない、うん、あ、そうですね、はい、うん、そうなるとなんか焼肉屋さんとかになってたね。はあ、うん、中学で。うん。まあなんかそんなお家でした。すごいね。まあこれをテーマの時に持っていきましょうね。はい。でね、なんか今日ちょっとこれオープニングで話したいなと思ってたのが、うん、私ラジオとか来る前に、はい、まあもちろんのことない子供たちは見送ってくれるわけですよ。頑張ってねみたいな。はいはい、でお家の外に出ると共同無線のタクシーのお兄さんたちが3台ぐらい止まってるんですね。あ、なんかおっしゃってますね。そうそう、うんうんうん、頑張ってきてねみたいな、はい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 、聞いとくよって本当聞いてるかなと思うんですけど、はい、毎回言ってくれるのでありがたいと、うん、はいはいはい、そう、なんかあってちょっと疲れてるけど仕事行かなくちゃないっていう時は、うんうん、もう外出たらそのタクシーに乗り込めばいいみたいな。なるほど。結構助かりますね。はいはいはい。で今日ね、うん、もう誕生日の一発目に私がやったのは、うん、酵素風呂に行ったんですよ。ほうほうほう。なんだっけ、あそこ。プチスイートに行く、ちょっと手前なのよ。あれ、過ぎんのかな？過ぎんのかな？で、あの辺ってなんて言うんだっけ？北中じゃなくて、中ぐすく？何ぐすく？中ぐすくか。中ぐすく。でね、ちょうど上村産婦人科の病院とか、うん、まあみんな知ってるかな？もう知る人ぞ知るなんだけど、はいはい、あの辺に海の見える場所で、うん、ほんと素敵な場所で、初体験でしょ、酵素風呂。で、なんかカブトムシのような感じ。わからないな、ね、なんかね、カブトムシがわからないな。カブトムシになった気分。なんかこう、ぬかのような、うん、幼虫のこと？そう、のようなところに、こう、うん、なんかね、ヒノキの、でっかいお風呂に、そういうなんか酵素というかが入ってて、へー、で、こう湯気が出てるわけ。で、そこに、こう、そこで勤めてる人が、こう、なんか、砂、よくさ、ビーチで砂掘って埋められるじゃない。あんな風に酵素の中に埋めてもらって、全身をこう、鼻と口だけ出して、で、20分ぐらい。いいっすか？いい。でね、うん、自分のどこが冷えてるかわかるわけ。ああ、そっか、冷え性、うん、女性はね、いいかもね。男の人にも、おすすめ。なんかね、手拭いをかぶってゴロンってするわけさ、砂風呂みたいに、うんうんうん、そうすると顔にもかけますかって言われて、はい、はいって言うと顔に手拭いをかぶせて、うん、こう酵素バーってかけた後くるんって巻いて、はいはい、で口の周りにもそれをやってくれて、うん、そうするとさ、自律神経とか、うん、耳とかの疲れとか取れてくる。へー。で、耳の周りにはなんかストレスのツボとかたくさんあるらしくって、へー、いい感じ。終わった時に、うん、なんかね、びっくりしたんだけど、フェイスラインがヒュッて閉まるわけ。一回でこんな効果出んのって思って。閉まってますね。本当か。今日の誕生日プレゼントね、ありがとう。そうです、はい、もう最高。そういう褒め言葉最高です。いや、本当ですよ、うん、うん、シュッとしてるよね。 ありがとうございます、うん、なんかね、そんなのとかが、はいはい、もうなんかこの一発目で体験できたことがよかったな。そう、今年今回の目標はその辺かな。寝るだけですか？寝るだけ。へー。
寝れる？暑すぎて寝れんとかじゃなくて、うん、でなんかね、うん、ちょっと冷めてくるわけ、やっぱり時間経つと、そうするとその人がやってきてちょっと掘り起こすというか、でまた新しいのをかぶせてくれるから、こうあったかいというかね、いいですね。厚めのが好きな人は午前中、うん、で午後は少し温度が下がってくるらしいので、あのちょっとぬるいのが好きっていう人は午後がいいかも。これ男性でもできるのか。オッケーオッケー。あ、いいよ、うん、いいよ。最近ね、本当にこう、寝たいんですよ。気持ちよく。わかる。私、ここ1ヶ月ぐらい夢ばっかり見るわけ。あー、なるほど。だから、うん、で、気失ったように寝てるって子供に言われて、で、そしたらね、その、なんか布団に入ってすぐ気失ったようになってるのは、はい、不眠症の、うん、あの、症状なんだって。へぇ、うん。ゆっくりゆっくり眠りに入っていくんじゃなくって、うん、カクンってこう落ちるような眠りは、ああそうなのかな。一応ね、寝れてはいる、あ、寝れてはいるっていうか眠れば眠れるんですけど、うん、結局睡眠時間が出じめ時間ですよ。あ、だからかゆっくり寝たい。なんていうの、わかる、マッサージとかされながら。あ、わかるわかる。だからこれね、もし眠れるんだったら本当行きたいです。わかった。じゃあ後でも割引券あげるよ。 ありがとうございます。いくらなんですか。うんとね、3500円。あ、そこまで高くはないんだ、ね、そうそう、うん、で、チケットというか、回数券みたいなのがあって、それを買うと11回コースで、はい、そう、10回分の料金を払えば OK、うんうんうん、でなんかね、私ちらっと読んだんだけど、酵素ドリンクもプレゼントしてくれるらしい。飲ませてくれるみたいな。酵素っていいんですか。いいらしいよ。なるほど。何がいいんだよみたいな。そうそうそう、なんかさ、酵素にもいろんなのがあるみたいで、うん、ねえ、うん、調べておきましょうね、お互いに。まあ、調べておくよって言わないとこがいいとこでしょ、はい、でも私が飲んでる酵素は、うん、なんか体に溜まった活性酸素を除去してくれるっていうのを飲んでる、うん、2種類飲んでて、はい、1つはあの有名なマンダ酵素、うん、飲んでる。あのね、寝起きが違う。へー。で3日ぐらい飲んだら、うん、なんかね、軽くなってきた。ほう、うん、でもまだ重いから、はい、頑張らないとなって。なるほど。ちょっとやっぱり健康面もね、これぐらい年を重ねてきたら、うん、やっぱりいろいろ考えていかないといけないかな。そうですよね、本当に。山ちゃんまだ若いじゃない。いや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 、私より5つぐらい下。いくつですか。48になりましたよ。あ、じゃあもっと下です。本当？40になってないっけ。あ、いや41ですね。本当？じゃあ7つ、うん、7つ。そっか。そしたらね、もうそう、結構ね、いろいろ来てますよ。早いよ。あ、お酒とか飲むから早いかもね、ちょっとね。そうですね。ね、うん、よし、大人になっていく私も。いや、本当にね、そんなコーナーがあって。で、私ね、もう一つ、うん、Facebook、はい、ちょっとアップデートしたんですよ。したらびっくりしたことに、うんうんうん、1年前に来てた、うん、お友達申請が、はい、今日分かった。と思って、みんなに遅くなりましたけどすいません、今でよろしかったら、うんうんうん、っていうことで何名かこうね、お友達になったんですけど、はい、その中にお家の近くにあるガジローラーメンの奥さんがフェイスブックのお友達申請をしてくれて。ガジローラーメンってあの通りの。そう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 、あのおしゃれなお店。そう、入ったらバイク屋さんなのみたいな。はい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 、はい、そう。あ、美味しかった。美味しいでしょ。しました。はい、でね、あそこは季節限定でいろんなラーメンが、うん、出るわけ。で、うちのおちびはゆず胡椒ラーメン、ゆず塩ラーメンだったかな、あれが好きで、この間行ったらもうね、ないのって言われたら、ずっとゆず塩ラーメンだからないって言ってんでしょとか言いながら、またなんかね、なんだっけ、またちょっと辛いので美味しいラーメンが出てましたよ。美味しかったですね、うん、この前行ったけど。そう、私必ずあそこに行くと、麺固めで、はあ、はあ、そう。で、私ちょっとチャーシューが苦手なので、チャーシューの代わりに麺は多めでってお願いして。そう、なるほど。結構トークも楽しいのよ、うん、あそこね。2人目のお子さんも生まれて。あ、はいはいはい、うん、行ってた。そう。もうね、なんかもう食べる時間よりトークの時間が長くなっちゃうっていう感じのね、楽しいラーメン屋さんですので、ぜひ皆さん行ってみてください。はい、安価商事の近くなので、うん、ぜひぜひ。でもあんまりね、宣伝すると自分行った時席ないのも嫌だなと思いながらね。そうですね。ね、もう教えたいけど教えたくない。でも教えちゃおうみたいな感じです。はい。はい、では皆さん今日もよろしくね。
ゲストさん呼んできます。お送りしている曲は吉田山田で日々でございます。いい曲でしょ。いい曲です ねもう本当これさ、私本当曲のセンスなくって、もう支えてくれるメンバーのおかげで、はい、ね、曲がね、ボスありがとう、はい、そんな感じですが、日々、やっぱり日々ってね、字も重なってるように今日のテーマにぴったりという。で、今日のゲストさんは先ほどもね、ちょっと話したんだけど、はい、大山のエッセンスのピーちゃん。イエーイイエーイ。こう見えて私たち同じ年なんですよ。あ、そうなんですか。あ、でも1個下かな、1個だし、若かったかな。上じゃなかった。そう、1つちょっと365日大人ですかね。あ、なるほど。え、エリュー何歳だった？48になりましたよ、今日で。あ、4月5日だよね。47になるね。え、4な4月5日に生まれた人っていうのは人生結果を出す人っていう。もう死んで極楽だからね。神様なしですね。でしょ、そう見えるでしょ、はい、私たちこう見えて、なんだろう、やや20年ぐらい前に出会った時に、はい、マリアさんという方がいて、うん、その人をこうみんなで空港に迎えに行ったの、はい、そしたらさ、その時にこんな感じのトークだわけ。でも、うんうんうん、2人は満足してちゃんと噛み合ってんのよ、私たちは。はいはいはい。だけどそのアマリアさんっていう人はねえ、エリューとピーちゃんってさ、会話噛み合ってないのに楽しそうだねって言われて、いや私たちなんか理解し合ってるよね。ねえ、なんかそういう会話あったような、なかったような。ねえ、で2人で、うん、なんかハッピー宇宙星人とか言われて、ああ、なるほど。なんかまあ、そんな積み重ねが今日に至ると、素晴らしい。なんかちょっと大人になった感じしない？するね。でもなんかやっぱりだいぶね、でもあんまり変わってない気もするけどね。エリューでも全然変わってないよね。はい、この頃、うん、この番組のモニター見ると怖くて、本当ちょっと、あ、顔に疲れが出てるなって、この3ヶ月ぐらい特に。あ、そう、私今隠してるだから、歯とかいい感じで隠れてるでしょ。でもほら出したらこんな感じだから、そうやってちょっと歯の話をしたら私またあれ思い出すんだけど、前世を見てもらったと、ピーちゃんが、その時に男で名前はハーモーだった。あ、そうだったね。沖縄のハーモーの意味は、そう、歯がないっていうことだからね。だからさ、みんな笑ったしとか言ったと聞いて、私は笑ったという。そうそう、なんか宇宙人のなんとかっていう人で、ハーモーなんとかなんちゃらっていう名前だったんだよ。それで、
もうそれを聞いた時みんながクスクスクスって笑ってたのまあね、こんな感じで私たちあの今日のあのテーマ重ねる、いろいろあるよね、重ねるって言ったら。そうね、うん、パーンと出てくるのは、うん、Pちゃん、はい、なんかね、でも、うん、地道に仕事は重ねてきたかもね。私この間、ね、久しぶりにピーちゃんと会って感じた、うん、あ、そう、泣く、なんかね、何早いね、何も言ってないのにね。え、何、いや、なんか言ってください変わったなって思った。あ、本当、うん、地道にね、なんだろう、こう、うん、どっちかっていうとピーちゃんは、うん、あの集まってくるクライアントというか、うん、ね、うん、みんなが、うん、ああ来てよかった、なんかこう今までジメジメしたお家の中にいて、うん、パッと外に出て太陽に当たった気分みたいな感覚でピーちゃんに会いに行くわけじゃない、うん、それがこの間なんかこう、うん、なんだろうな落ち着いてるというか、あ、40ね、うん、40歳から5年間揺らぎの人生が あったらしくて、46歳からは新しい自分になるって言われてたので、40歳ぐらいからちょっとの今まで植物みたいなエネルギーのピーちゃんが、うんうん、あの前まではこう絡んで、うんうん、みんなと絡んで、うん、わーってやってるのが、うん、絡まないでいくみたいな感じになっていくらしいのね。わかる、私も実はさピーちゃんと年一つ違いじゃない、うんうんうん、その一つずれて、うんうん、私もやっと終わった、それが。あ、そう、うん、でね、なんか、うん、やっとエリューから、うん、本当の自分で生きていけるねって言われて。あ、そう、おめでとう。だから本当に地獄のような5年というか。あ、本当、ちょっとこれ言うとさ、もうなんか涙出てきちゃうんだけど、うんうん、積み重ねてきたんだね。本当無駄にしたくない、うん、このなんか今までのね、極楽様、極楽様、なんかここで話してると2人は納得しちゃったからなってきてんだけど、いやいや、もうどうぞどうぞ、あの、はい、ねえ、うん、まあ、社長が、社長がそう、私ね、この間ピーちゃんのとこ行ってびっくりしたのが、山内代表と会うんだよっていう話をして、うん、山内代表って誰だって思ったら、あーってそう、さっきもね、あの、ま、やる前に、うん、ごめんね、そ、なんか山内代表って言われたらさ、すっごいおじさん思い浮かべて、山ちゃんだよねとか、ごめんなさい、私が山ちゃんなんて言っちゃってとか、本当にあの仕事もできる方なので、ねえ、すごい、なんかソフトな面を見せつつ、ぐいぐい行くときはぐいぐい行くので、全部やるね、そう、本当に何でもやるのよね。はい。かっこいいですね。そう、いろんな意味でね。いろんな意味で何でもやりますよ。任せて安心しちゃダメよ。ってか。でも、安心してる。なんかね、今日なんか特に、はい、本当、なんかもう、ありがとうって感じだった。いえいえいえ、こちらこそ一応ね。そんなこんなで。ますから私なんか一番最初でオープニングトークで飛んだからね。そうですね。はい。そんなこんなで、では、リスナーの皆さんが待ってると思うので、ぜひ、うん、じゃあ、こちらのコメント、山ちゃんお願いします。ですね、はい、ではコメント読まさせていただきます。ハッチホーミーさん、エリューさん、ハッピーバースデー、こんばんは。ありがとう。ちゃんおかさん、エリューさん、山内さん、皆さんこんばんは。こんばんは。エリューさんの子供たちに対して、ハッチホーミーさんが羨ましいくらいいい子たちですよねと来てます。ねえ、ほんと昨日びっくりしたし、なんかありがたいやらなんやら、なんかこうみんなにはそんな風に育ててきたから愛が返ってきたんだよって言われたけど、そうするとチクッとこういって地区ならずズキンと痛むところはあるんですが、なんか本当になんかね、ありがたいと思いましたね。子供たちのサプライズバースデー パーティーがね。誕生日だったんだね。今日なんだけど、今日番組なので、昨日やってくれて。そうなんだ、おめでとう。ありがとうございます。自分で拍手しますけども、ありがとうございます。はい、そして、八丁美さんは12月誕生日らしく、はい、12月の誕生日はクリスマスと一緒にされるので嬉しくないということで。ああ、わかる。なんかでもその分プレゼントこう上乗せになるとかないのかな、普通はないかもね。あ、そうなんだ、うん、一緒にされるかもね。一緒にしますね。ねえ、うん、そしてちゃんおかさん、メニーハッピーリターンズオブ
ザ・デイ。かっこいい。日本語で頼むよ。なんかこう、ポカーンポカーンとするうちに英語がこう滑っていく。でもね、ボスに言われたことがあるの。なんかボスが言ったときに、エリューがあんまり英語わかんなくてよかったって言ったときに、でもその時言ってることはそれぐらいわかるやだしって思うなんだけどね。今日のはわかんないけど、なんか日本語に訳してください。はい。つかぴーさん。はい。こんばんは、エリューさん、山内さんということです。はい、こんばんは。つかぴーどうね、調子。ね。タロッちゃん、魔法、エリューさん、山内さん、こんばんは。今日、会社の桜が開花しましたよ、ということで。へぇー、いいねー。ねえ、今、そう。桜咲くって言ったら結構。内地はね、今からだわけさ。そう。だいたい私の誕生日ぐらいから、咲き始める。そうなんだね。いい方でしょ。いいね。桜前線だね。そう。デビューが。乗り切れない。さあ、アツオ、シロ、エンペラーが来てますね。日々仕事や人生を重ねて、経験を重ねて、糧としております。素晴らしい。かっこいいよね。ね。この人コメントではいいこと書きますね。私もコメントでいいこと書いてくるからさ、期待してあげたのに、どうしたんだろう、シロ、この間。喋ったらね、なんか、滑るという。素敵だね。狙いすぎるんでしょうね。何喋ってるか。そしてメールも来てます。はい、近所のラーメン屋の嫁の方です。あ、ほら、ガジロ、いつも楽しい企画ありがとうございます。まさかの今日が誕生日だったんですね。おめでとうございます。次、ラーメンにろうそく立てましょう。またしましょうね。見たい。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、メンマ立てて、メンマ。あ、でもこんな人ね、来たら嬉しいですね。嬉しい、愛されてる、嬉しい、ね、なんか本当に私って愛されてるなーってこうボソッとつぶやいたことがあるんですよ。あのさ、エリューさん、愛されてるっていうよりもみんな心配だわけ。あんたまともに大丈夫ね、生きていけるね。生きてるし、今日もね、頑張っておりますよ。見て見て。よかった。はい、はい、あ、以上です。以上。はい。お疲れ様です。皆さんありがとうございます。まだまだコメント、メール、送ってください。はい、ですね、今回メールの方が Facebook というか G メールの方に結構来てて、なんかね、こう、あーっと、なんかね、あーと思う、本当に深くこうね、ため息というよりも、考えさせられるメールがね、多くて、もうどれから、読んでいけばいいのかなぁ。はい。止まらんなぁ、私。どれからいけばいいんだろう。これからいこうかな。ですね、年を重ねるということは、65歳のキャリアウーマン。前々からうすうすは感じていた。私は自分で手先を器用だと思っていた。突出してはいないけれど、人並み以上のことは 何でもできた。困って誰かに助けてもらうことはない。ある意味、可愛げのない女だったかもしれない。女を武器にして、できるのにできないふりをしている人もいたけど、そんなまどろっこしいことは私は嫌いだった。できないふりをするよりも、手伝ってもらうよりも、何でも自分でやってみた、見たかった。失敗しても、全力投球で終えたなら後に残る満足感が好きだった。ところが最近手先が思うように動かないことに気がついた。例えば重ねた鍋を取ろうとした時、一番下の鍋を取ろうとしたけどうまく取れない。以前は容量よく取れたのに、今では一つずつ下ろしてから取らないと取れない。そんな自分が実にまどろっこしい。以前当たり前のようにできていたことができなくなったことが多い。食卓台の上にあるコップとか食器をシンクに下げるとき、以前だったら5本の指を最大限に利用してたくさんのものを運んでいた。ところが無理をすると必ずと言っていいほど落とすようになった。想像したんでしょ。あ、なるほど。コップがいっぱいね、こうね、カエルのように指を広げてるのにね。頑張ってる姿が可愛らしい。ごめんね、なんで。本当に情けない。以前はたくさんのことを一度にやっていて、簡単にできていた。
今は一つ以上のことを同時にすると、一つのことは覚えているけど、他のことを忘れることが多くなった。そして何をしようとしていたのか、行った先で忘れることがある。ちょっと待ってくださいね。一旦忘れることがある。すいません、今ツイキャスの方ちょっといじっちゃったので、喉まで出ている言葉が口にまで出てこない。人の名前とか全然出てこない。銀行にタッチパネルでも反応しない。手がカサカサだったと言われた。わかる。私もぐるぐる回るところのお寿司、今ね、タッチパネルじゃないですか、あれ反応しなくて、あれね、はい、年を取っていくと反応しなくなるんで、ね、はい、あれは大丈夫なんですか、このスマホとかは。だから反応しないからガラケーってやってる私。あ、なるほどね。そう、はい。iPhone でゲームをやっている、脳トレだと思いながらも楽しんでいる、ところがもちろん反応しないこともしばしばだけど、それは手に息を吹きかけるだけで解消できることが分かった。結構楽しんでますね。なんか急に、なんか私これ一人で読んでるとき結構おーっと思ってたけど、ハッピーになってきたの。なんかガラケー電話もスマホに変えて、画面が大きくなり文字も見えるようになったのだが、それでもゲームでクリックすると隣をクリックしていることが多い。それも2つも押していることがある。気をつけても隣を押していることもしばしば。ゲームぐらいなら笑って済ませられるけど、これが現実なのかと思うと、こんなはずじゃなかったと少し焦っている。情けない。どうせならスーパーおばあちゃんよりも可愛いおばあちゃんになりたい。もうなってるなってる。家族は気がついているんだろうか、私の廊下に。仕事辞めてから仕事上のストレスはなくなったけど、やりたいことの半分はやれなくなった。ここ数年友達とお茶することもなくなった。こんな気持ちのまま今年の夏の高校の同窓会に出席したくないなと思う。なんかさ、見方変えたらチャーミングだよね、このメール。私これさ、もらった時はちょっと、ああ確かになって、なんでかっていうと、この私このさ、あ、そっか、これ広げれば見えんだ。字ちっちゃくて見えないわけ、この頃。今まで近眼だったから近づけば見えてたのに、あれ近づいたら余計見えない。ピーちゃんどう？ピーちゃんは両方だからね。はい。なんか、とにかく廊下は昔から進んでます。受け入れてますよ。はい。なんかさ、スマホいじってとか、タッチパネルで反応しないっていうのは、それわかる。わかる。わかる。だからよく子供たちと、ね、タッチパネルで注文するところに行くと、今、食べ放題の焼肉屋さん、焼肉キングとか、あそこもタッチパネルだわけ。で、私思ったの。年取ったら餓死するんじゃないかって。だってタッチパネル動かないんだよ。大丈夫じゃないですかね。大丈夫かね。これね。それに合わす。ね、乾燥してるんだよね。そう。ね、なんかさ、って思ってきてさ、子供に、お母さん一人だったらさ、今タッチパネルで予約もするわけじゃない、もうつばでいいんじゃない、つばつけてもいいって思うじゃない、指先濡れてたらタッチパネル反応しないわけ。あ、本当、じゃあどうしたらいいの。だからやっぱりさっき言ったように、はーって息かけて、なんかスリスリしてから動かすがいいのかな。そっかね。えそうなんだね、みんなはどう思います、この、キャリアウーマンの65歳の方。確かに ね、若い時何でもできてた人がこう年を重ねてってちょっとできないことができてくると、そっか、ちょっと潤いがでもなくなったってことだね。そうだよね。こんなは花の際とか。なんか結構ね、溜まるところがあるからね。さあ、足の指がギュッとなった。なんかちょっといい感じに、もしかしたら油が乗ってから、アンダーがね、
いいかもしれない、 みたいな感じ、ね、今度やってみてくださいこう、いいアドバイスかもしれませんよ。みんなどう？ねえ、ねえ、もしかしたらねえ、うん、あ、いいかも、ね、うん、ついでになんか際の油も取れて、うん、ちょっとさっぱり、うん、うん、なんかバランスが全体に潤いがいくとか。なるほどね。じゃあそんな感じで同窓会に行ったら大丈夫かもよ、うん、なんかこれと同窓会なんかほらなんかこうまとまってないかもしれないけど、私の中ではなんかすごい素敵でまとめた感いっぱいなんだけど、うん、ね、可愛い方ですね、うん、そう、なんかいっぱい楽しんでる感じもあったよ今聞いたら。なんかこう、でも私思ったんだよ、うん、でもこのメール読みながら一番最初に一つだけ、うん、この人なんちゅうの、ね、キャリアウーマンの割にあれって思ったのが、うん、そんな別にお盆持ってこればいいじゃんって思ったのね私いっぱいは食べてて、ごめんねでも鍋の感じはわかる重いし、うんうん、わかるね。なんか物ひっくり返ること多くなってない、うん、そうでもない、うん、いや実際転んだし、あ、肋骨折った、うん、去年の冬至にもう本当に足も坂からこれ全然自分いけるだろうと思って、うん、昔の感覚で、わかる、そしたら全然デリルのおじさんみたいになっちゃって足が。あれれれって感じで、もうこけちゃって肋骨折った。でも笑えないのが、うん、実は私冬至の日に、うん、同じ冬至の日に、うん、坂ならまだいいじゃない、うん、お家の中で、うん、なんかスリッパが滑っちゃってから横滑りしてさ横で倒れになったわけで、ねじって転んだもんだから痛いね、肋骨折って足首にひび入ってで病院に行ったら時間かかるじゃない、ひび入ってるのは分かったわけ、あ、ひび入ったなって、でそのまんま接骨院に行って、ひびは入ってるのは分かってるんだけど痛いんだけ取ってって言ったら、それはって言われてそれはって言われながら、ちょっともう本当に痛いよね、初めての体験だった、日本折れて背中はひびが生えてたのかな、それはすごい、で知らなくって離島でだったから、離島で、そう、赤島で、で赤島のさ、お医者さんにはさ、うん、なんか筋肉痛みたいな感じに言われ、打撲ぐらいな勢いで、でも超痛いし動けないんだよ、わかるわかる、でそれでもう四つん這いになって、みんながさ、こうサポーターのものをこう、うん、巻いてあげようとするんだけど、ピーちゃんいつもさ結構何も着てないわけしたからで見られちゃった、そしたらでもほら脱がないとやってあげれないから、うん、みんなが脱いであげたら本当にパンツもブラジャーも入ってないみたいな、履きましょう、履きましょうお願いですでも健康にはそれがいいんだよね、いい ね、 ね、でそう、でも本当に痛かった、でもだからもうそれどころじゃなくて、もうみんな笑いをこらえてサポーターしてくれたらしいんだけど自分も痛くてそれどころじゃないから、うん、もう全然みんなが笑いこらえてるのも全然知らなくって、もうただのひたすら痛みをこう我慢してたんだけど、うんうんうん、こんなに痛い思いをしたのは本当に初めて、もう2、うん、もう1ヶ月ぐらい死にそう、途中呼吸困難も起こってから、うん、死ぬかと思った、肋骨は呼吸も止めるよね私そういえばフェイスブックでひび入ったっていうのを聞いてたのに、うん、しばらくしてからピーちゃんとこ行って、ピーちゃん痩せたねってどうしたの、何、教えて教えて、肋骨ごめん忘れてた、食べれなかったから悔しい、でも治ったから今超食べて、うん、もう元に戻ってます、なるほどね、美味しいものいっぱい食べてください、うんうん、では次のメールをちょっと、はい、今日ね本当いっぱいメール来てんのよ、すごい人気だね、なんかありがとうございます皆さん、素敵、本当なんか素敵な人がいっぱい、なんかさっきコインチャリンチャリンって入れてくれたら30分で止まんないんですけどねちょっとおねだりしてみました、誕生日プレゼントで、はい次のメールいきたいと思います、年を重ねたもの、時、違った、年じゃないよ、時を重ねたもの古ぶれたものを使っていたり見たりした時に時間が経ったものとか使い続けるものという、表現を使うとどことなく伝えたい内容に対する思い入れが薄れ情緒がなくなってしまっている感があり、
そんな時は時を重ねていると変えるだけでも風情が出てくると思われます。年齢を、あ、そうですね、確かにね、うん、文字を、言葉をちょっと変えるだけで、年取ったねっていうよりも、なんか年重ねてきて素敵ですねって言われた方が嬉しいよね。廊下とか言われるよりはね。確かにね。ねなんか、うん、でも、あれじゃないで、日本の男性は若い子を好むけど、うん、フランスの男性は年を重ねた女性を好むのよね。あら、そう。そう。つまり、アンティークという言葉も、フランス。ね、ごめんね。ね、確かにニャロメーっていう言葉もかなりなんか時のね、うん、流れを感じる懐かしいニャロメー先生のね。ごめんね。いや大丈夫ですよ。ね、私そのノリ好きで。またいい話してるのに。フランスのね。ね、だからそう、うん、フランスの女性は60歳から。ああ、そう。私じゃあフランス人だ。私もそう思うというか、その考え大好き。60からが自分だと思ってた。なるほど。私も、うん、ね、うん。で、結構、またここからちょっとスピリチュアルの方にずれるかもしれないけど、うん、自分で、ね、うん、フランス人じゃない人たちが、うん、私60からだと思ってたっていう人たちっていうのは、うんうん、前世で、うん、ヨーロッパのなんか魂を持って生まれてきた人たちって言われてて、で、魔女狩りの経験がある人らしいんですよ。やべえ。そう。だから結構、ある時自分の殻を破るまでの、うん、その時の自分っていうのは、うん、結構人の目を気にしてたりとか、恐怖が強かったりするらしいんだけど、そこを超えちゃった人っていうのは、うん、本当宇宙人みたいな感じになっちゃうというね、いうのが、だからこの過去世をもうクリアした人が多いって言いますよね。クリアしてる？してます。もうかなり前にしてるでしょ。わかんない。なんかさ、本当にこのクリアしていくと、なんかこう過去だけじゃなくていろんな問題クリアしていくと、あんなに悩んでたのに深く考えてたのに。うん、なんか、あんなもんだったの、ね、って、ね、なっていくよね、うん。いい曲だよね。いい曲で、なんか揺れてしまう。そう。ひまわりが風に揺らぐように。いいね。ねえ、うん。なんか風のこのね、流れっていうのも時の移ろいというか、ね、そんなのを感じますよね。はい、うん。本当に。はい、どう？エリューの声に癒された。あらま。あ、嬉しい、ね。ちょっとこの頃声が潰れてきてるなんて、ちょっとこれもちょっと気になってたんですけど、うん、まあどっちかというとこうぶっ飛んだ高い声だったというか、ぶっ飛んだとは言いたくないですね。ちょっと言いながら、まあ、ちょっとね落ち着きすぎてきてるというか、ちょっとね、いいと思いますよ。ありがとうございます。いいと思います。でもピーちゃん本当変わんないよね。あ、本当、うん、なんかこう癒されるよね。だからみんな集まんだよね。いやいやいや、もうみんなさんのおかげですよ。皆さんのおかげっていうのは、うん、やっぱりこう強い日差しとか、うん、強い何かがあるときに、その誰かが得意、その時の得意分野の人が出てきて、うん、影を作ってくれたところで自分が休めるっていうことなんだよね。おかげさまというのは、うんうんね、うん、いや本当もう何一つ自分でやってないですね、ほとんど。もう周りに、はい、助けられながら、うん、確かに何か、うん、私もそんな気がする、うん、ね、ありがとうです ね、 ね、もうね、うん、もうありがたい、うん、ありがたい、もうギノワンタイもだしね、ありがたいもん。いいですね。ターム宣伝しましたね。ね、ね、無農薬の、ね、あそこ、うん、いいですね。宮城さんのね。宮城さんのね。うん、私ここ何年行ってませんね。うん、はい。次、はい、次のメール。はい、年齢を重ねたからこそ人生の時間の大切さがよくわかる。うん、子供の頃は自分の限界とか上限とかがあまり分かっていないと思う、うん、
そういうことを考える機会は少ないでしょうし、必要性も少ないでしょうし、うん、比較をする経験が十分に重ねられていないうちは、うん、難しい感覚だと思う、うん、確かにね、なんかビルの上から飛んでも飛べるような気してるもんね、子供の頃って、うんうんうん、飛んだ飛んだ飛んだビルじゃないけど、うんうん、ブランコからすごいもう最高のところまで振り移って、うん、バーンって飛んで足捻挫して、うんうん、学校休んだことがあるあの時々飛べるブランコ回転してる子いなかった、あのブランコをの鎖がついてるところをぐるんって、あいつも飛べると思ってたんだろうな、ね、飛べると思ったもんだから、うん、飛んだんだもん、あでも飛べなかったあのスピッツの曲にもありますよね、うん、いつか飛べるはずって、ね、空も飛べるはず、うんね、うん、あれ聞くと、うん、思ってたな、寝っ転がって確かって思ってた、ね、そうだね、忘れてたね、うん、なんかこう思い、この人のメールも結構長いんですけど、うん、この初めの方で、うん、こう時の流れのを遡って思い出させてもらった感がある、ね、結構みんな詩人ですね、すごい、なんかみんな聞いてると、本当この番組、うん、リスナーさんっていうか、うん、みんなが、うん、いろんなこう溢れる思いとかを寄せてくれるので成り立ってるので、うんうん、すごいアーティストなんだね、内側にすごいそういうのがある人たちが多いんだね、もうありがたい、みんな例えばだよ、うん、リスナーさんがもう全然何も送ってこなかったら2時間どうなるんだろう、やめてよみんな、そんなこと別に私期待してないからね、うん、では続き、はい、年を重ねていろんな経験をしていく中で頑張ってもできないことがあったり、求められることをうまくできない自分がいたりして、小さい頃の万能は自然に薄れていくようになるのだと理解する。ある意味挫折感も味わうけれども、そこから自分の個性や特性が他との比較からの異差で、あ、ん？差異で、あの、差、偏差値の差に異なると書いて、異差、あ、差異、差異で分かっていくようなので、自分のできることに現実的かつ意識的になることができるとも言えるのだと思う。そして、さらに年齢を重ねていくと、今度は自分の人生という時間の有限性を感じていくようになるのではないか。みんながそうではないかもしれないが、私自身もそうだし、そういう話を見聞きすることも以前より多くなってきました。若いうちにはなかなか実感できないこともことですよね。頭では分かっていても心からの実感となるのはある程度の年齢になってからだと思う。そんなことを言うとなんだかしみじみ切ない感じもしないでもないが、しかし悲観的になることでもないと思う。むしろそうして有限感を持っていく方がしっかりと自分の人生に取り組めるようになる利点の方が大きいぐらいと感じるのである。だからこそ年齢を重ねたからこそ人生の時間の大切さがよくわかるのである。確かにね、うん、なんかさ不思議と明日があるって思っちゃうじゃない。明日があるっていうのは当たり前に思ってるから、それすら考えてないというか、そうだね、うん、ああ、なんかメールずっと読んでたら酸欠になっちゃった。ああ、息吸って、吐いて、なんか、今っていう瞬間を意識したときって、ピーちゃん、どんなとき？今はよ。うん。でもね、やっぱり普段は、なんかこう、毎日の生活に追われてるから、うん、今っていうのを感じることは少ないなと思うんだけど、うん、でも、なんかやっぱり、そういう何かあった時に、うん、例えば、子供が何かのサインを出してるとか、うん、なんかこう大切な人が、うん、とかほら 3.11 とかもそうだったけど、うん、結構その瞬間瞬間に今ってすごく大事だなって思う時はあるよね、うん、で
あとはさ先祖とか、うん、やっぱ沖縄だから思ったりすると、うん、今自分が先祖の一番最先端の代表なんだなとか思うと、うん、今やっぱり自分が本当にここで自分を生き切るっていうのが、うん、大事なんだなとかね、すごくそのやっぱり自分の前にもずっと代々続いてきたりつながっている命の連続の中の自分が今ここにいるって思った時に、うん、そういうあのうん、幕ね、そういうのはすごく思う時ありますね。だからこの、うん、普段忘れてるんだけど、今こういういい話とかをエリューがねとかこうみんながやってくれたりするのを聞くと、うん、あ今っていうのを質問されたことで、うん、あ本当に今を大事にしたいなとか積み重ねっていうところで自分のなんかこのできるものをみんなとシェアしていきたいなとか、うんうん、やっぱり感謝だなと思う、うんうん、確かにね、うん、なんか私が今っていうのをやっぱり意識したのは、うん、震災かな、うん、なんかこの確かにまあ高校の頃とか、うん、この一瞬一瞬の積み重ねがなんか自分の生きてる時間になるんだろうなっていうのは思ってた、うん、それはでも実感として思ってたわけではなくって、うん、なんかこう頭の中で、うん、マインドの中で、うん、文字のこう連なりとして思ってたというか、うん、確かになんか思ってはいたし分かっていたというか、文章に書いたような文字では思ってたけど、本当に意識したのはやっぱり今ピーちゃんが言ったように、何かにこう直面してから、なんかね、うんうん、外側のアクションとかで内側を顧みたりとかしたりすることが多いんだけど、うんうん、でもこうやって、うん、今日こうやってエリューが呼んでくれたり、うん、山内社長がいたり、うん、こういうご縁とかもすごいやっぱり感謝だし、うん、この瞬間を感じる瞬間だったりするから、日々やっぱり重ねてるんだろうね。本当だよ ね、 ね、なんかさいい話してる、うん、とか言って、楽しいことも、うん、苦しいことも、うん、続くと思うから、うん、苦しいことなんか特に、うん、また苦しくなるけど、実際苦しいことも続かないしね、うんうん、はっきり言って、なんか明日1秒先のことすらも私たち分かんないわけで、うん、続いてるように見えるけど、でもそれはもう次の新しい瞬間であって、うん、本当にさっきピーちゃんが言ったように、先祖代々つながってきた私たちの命が、うん、また誰かにつないでいけるように、うん、今のこの瞬間を重ねている感じがすごい感じる、うん、自分たちになってよかったよね。本当ですね、うん、やっぱりそれは、まあ、変な話さ、うん、それがもしかしたら二十歳ぐらいで気づいてる人もいるわけじゃない、ね、例えば今多いよ ね、うん、熊本の地震にしてもそうだし、うんうん、震災にしてもそうだし、うん、なんかもう本当ね、大切な人を亡くした時だったり、うん、大切な人が目の前に現れた時だったり、うん、別にこう悲しいことだけじゃなく嬉しいことにしても、うんうん、全てが重なっていくというか連なっていくというか、ね、連なってるんですね今この瞬間も ね、うん、ね、ありがとうございます。ありがたい、なんかね、うん、軽く、うん、なんか楽しくいけたらいいね、またね、それを感じながらって思うけどね、ね、うん、本当に思うな、ありがたいな、ありがたいもう本当になんかちょっと明るい言葉でごまかさないと泣いてしまいそうな自分たちをどうしよう、これも積み重ね、どうなんですかね、なんかこうやっぱりいろんなことをよく年取ると累積が ね、うん、もろくなるっていうけど、うん、やっぱりいろんなことを経験していく中で、うん、そのやっぱり子供が生まれたり自分だけの感情じゃなくなってくるじゃない、うん、子供が痛い思いして変わってやれない痛さだったり、うんうん、なんかこう子供がこうなんか気をつけしただけで、みんなが気をつけしただけで嬉しかったりとか、うん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 、
もうなんか自分の子供だけじゃなくて、本当になんか、1年生とかが初めて1年生になりましたとかって言って、前に立ってるだけでも、うん、もううるうるくるよね。何いつしか不思議なのが、我が子っていうのが、この全部が我が子になってない？うん。変な話さ、うん、隣の子も、気がついたらね。気づいたら、うん、本当自分の子のように。私今、おじおばあも我が子になってるから、なんかこうね、可愛らしいなーとか、なんか自分より年上でも、なんか可愛らしいなー、ああ、今痛い思いしてんのか、そっかー、みたいな。なんか愛おしくなってくるよね。うん、なんかね、すぐに思わない人もいるけど、でも思わないというより、うん、思えない人もいる。そう思えない時もあるけど、こんなみたいな。でもなんかその人のやっぱり年取ってきたから、うん、角が取れて、うんうん、いいところが見れるようになった。この人にもこんなことがあったんだろうなとか、なんか奥が見えるようになった自分がいるかなって思う。確かにね、うん、奥行きっていうか、よく若い時に戻りたいとか聞かれるじゃない。戻りたくない。私も戻りたくない。もしね、戻るとしたら私、生まれる前に戻って、もっと腹据えて生まれてこいよって、腹据えて生まれてこいよって言いたい。中途半端などこどこに戻りたいっていうのはない。大丈夫、もう今、もうすでに。やだね。怖すぎて。で、もし戻るなら今の、内側に、重ねてきたもの、積み重ねてきたものを持って戻れるなら戻るけど、あの頃の自分にはもういいかな。ね、もうね、もうどんどん行っちゃってるよね、次にね。ね、確かに確かに。もう気持ちは、なんだかんだ言って飛行機と同じでバックギアがないという。ね、バックのミュージックもいいですね。とか言って今何がかかってるんだろう。多分小田和正が流れてるかと思います。そうですね、うん、風のようにが流れてますね。本当に風のように時を感じながらいろんなことを重ねて生きてきたわけで、このメールをちょっと読んでいきたいと思います。重ねる。私はこんなことを思う。繰り返すことと積み重ねることの違いを。よく繰り返し繰り返し反復練習を学生の頃やらされて、顧問の先生から繰り返すことが大切ではない、積み重ねることが大切なのと、この言葉を分岐ごとに思い出して、確かにと思っては行動しているつもり。繰り返すんじゃなくて積み重ねる。似ているようで全く違うものと思う。毎日をただ、練習をただ、仕事をただ、繰り返すのではなく積み重ねる。それは学ぶということだと思うし、成長していくことだと思う。この積み重ねていくという感覚は何においても重要だとこの年でも思う。それでも積み重ねるから繰り返しになり、失敗をする、反省である。相手がいなければなおさらで、相手がいればなおさらである。仕事も無理してすごい人を目指すのではなく、自分ができる範囲で創造的に仕事をする。これもただ毎日を繰り返すのではなく積み重ねていくことが大事なんだと思う。本当だよね。どう、ピーちゃん、繰り返すことと積み重ねていくことの違い。そうだね。なんか積み重ねるっていうのはやっぱりある程度時を経た時に出てくる言葉なのかなって、積み重ねてきたなって。繰り返しっていう時はまだ本当にその時を一生懸命やってる時で、
でもなんかがむしゃらかがね、そうそうそう、ね、繰り返し繰り返し今やることを覚えるためにとか、うん、体にこう慣れさせるためにとか、うん、そういう感じがあるね、うんうん、でも積み重ねっていうのは本当にそれを超えて時を経て、うん、北も今の時点の自分っていうのが出てる言葉のような気がするな、うん、本当にそうだよね、うんうん、なんかこの繰り返し繰り返しから積み重ねに変わる瞬間、うん、よくなんかお習字でもそうだし、うん、なんかこう、うん、バスケットのゴールなんかでもふとゴールにうまく入るコツをつかむ瞬間ってあるじゃない、うん、ふとできる瞬間、うん、あのようにふとできる瞬間、この、うん、繰り返し繰り返しやってきたことが積み重ねに変わる、うん、ふと変わる瞬間っていうのは、うん、自分自身の何かが自覚、それを自覚した瞬間に、うん、積み重ねに変わる瞬間だと思います ね、本当になんか、まあ、ゴールではなくってね、本当に ねもうずっと続いていってるっていう感じ、ね、うん、結果にとらわれずにね、本当にあのこのプロセスっていうのを大切にしていくっていう感じがあるかな、うんうん、なんかなんだろう、そういえばいつしか結果を求めなくなってた、うん、すってけん、うん、なんだろうこれわからないなんかこう年これも積み重ねの結果生きてきたこのあれですね、あもう一服堂さんありがとうございますあの本当になんかこうね、自覚することなんか今この瞬間をなんか、うん、よく言うよね、うん、今この瞬間に意識を集中してたら、うん、楽しく幸せな人生が送れるって、なんか、うんうんうん、過去にとらわれてるじゃん、ほとんどあの時こうだったらとか、あの時こうだったから今がこうだとかさ、なんか感慨言いながら、皆さんあのそうなんだよ、ほとんどの人が今とか未来に生きてなくて、うん、今この瞬間に生きてる人は、うん、未来に意識は向いてる、うん、自然とね、だから、うん、未来に向いてるってことは、うん、ハッピーなことがもうその瞬間にも約束されてるわけだから、うんうん、もういい未来を自分で設定しといたらいいね。ねえ。もう今この瞬間をハッピーに、もう、うん、自分っていうものを意識して、生きてたら、これからやってくるものは何一つ怖くないね。ワクワクだよね。ああ、そうだよな。そうだ、だからか、なんか結果を意識しなくなったのは。はああの言われましたよ、エリューのその私絶対幸せになるからっていう、うん、あのなんかこのむちゃくちゃなその自信はどこに来るのどこから来るのって言われたことがある、うん、あのみんなもね、うん、ピーちゃんたちも知ってる人からなんだけど、うん、えなんでって逆に聞き返したら、うん、なんでってなんでって言われましたけどね、うん、そういえばなんかそれだけは自信があったなと、うん、ねえ、でもなんかひらめいてね、なんか自分の直感とかで、うん、あ、この時にこんな自分っていう、こう、イメージがあったりすると、うん、本当に結構これが現実化されてたりするから、うん、やっぱり自分の未来設定っていうのは大事なのかなって思うけどね、イメージでもいいから、うん、うん、ニコニコしてみんなと楽しんでるとかっていうイメージとかもね、やっぱり、うん、うん、自然と自分も使ってるかもしれんね。ピーちゃんもあれでしょ、うん、こうなんか思った瞬間それ叶うでしょ。そう、そう、今叶ってきてるような気がする。なんかふっと思ったら叶うよね、うん、チャーミー。うん、あ、そうなんです。ギャラリーにチャーミーって彼女がいるんですけど、そうなんかこう一生懸命こう頑張ってこう名前出さないようにして出しました。本当に入って入ってって言ってたんですけど、ね、遠慮してたからね。アロマのねマッサージとかもうこうねボディのね癒しをやってくれるとっても素敵なセラピストです。ね、今度ぜひ無理やりでも入れたいと思います。かわいい。はい。うん、もし、チャーミーになんかこうやってほしいとき、今、ピーちゃんどこに予約したらやってもらえるんですか？お休み中？今はって。今はちょっと、自分の時間を生きてるのね。もしまた復活したときは教えてください。とってもいいの。すっごい、芯まで癒されていく。うん、そう。そう。
丁寧なんだよね、一つ一つがね。本当に、うん、ちょっとここで皆さん、リスナーの皆さんのね、コメントを拾っていただきたいと思います。お願いします。はい、つかぴー来てますね。エリエさん涙ということで、ちゃんおかさん、すべて重ねることがいいことにつながるのではと思うということですね。そしてつかぴーさん、4月1日から2日に退院予定ですということです。今週の金貨どうですかね。あ、そっか。はい、もう良かったですね。つかぴーで、またみんなに会いたいということですね。なんかみんなに会ったら心臓バクバクしちゃうんじゃない？大丈夫？刺激強すぎない？大丈夫ですよ。本当？はい。本当？まあ、OK。刺激与えないでください、エリアさん、ね。私、大丈夫かな？ちょっと危険かな。さあ、そしてレレッチさん、はい、エリアさん、山内さん、こんばんはということで。はい、こんばんは。はい、お疲れさん。はい、お疲れ様です。一福堂さんもこんばんはということで。はい。はい、ありがとうございます。お声ありがとうございます。以上です。あ、はい、ごめんなさい、メールが一通来てます、ね。はい、お願いします。つかぴーです。はい、ハイサイヤ、エリューさん、山内さん、エリューさん、ハッピーバースデーおめでとうございます。昨日から今日にかけて自宅に外泊してきました。お、重ねる、繰り返す、退院してからいろいろ切り替えていきたいと思います。そっか、リハビリだね。なんかある意味人生ってさ、過去に、過去というか生まれて全般戦で生きることのテーマだったり、生きるための課題をもらって、それをリハビリしながらそれを積み重ねて生きていくのかな。なんかつかぴーのメールを聞いたらそんな感じがふとしたけど。さあ、続きもありますよ。障害になるので、はい、いろいろ期間、各訪問看護制度も使って移動も制限されますが、その中で自分なりに精一杯毎日することミッションをクリアしていきたい。今月末に外泊して4月上旬に退院予定です。退院に向けて動いていますが、いろいろ不安なことがあり、最近十分寝つけてませんが、気持ちを入れ替えてゆっくりしていきますね。エリューさん、山内さん、いつもありがとうございます。毎回楽しいラジオ、ね、ありがとう、はい、遊びに行きますということで、お待ちしてますよ。なんかこちらこそですよ、はい、本当ですよ ね、いつもつかぴーはね、こっちにありがとうって言うけど、こちらこそですね。なんかね、つかぴーにこの番組で特番をやった後に、あのボスとか来てみんなでやった後に、つかぴーがまだなんだろう、沖縄市に入院してる時にお見舞いに行ったの、でその時に私ボスに注意されて、いいか、つかぴーは心臓が悪いんだから長く経って15分で帰るぞ、分かってるなって言われたのに、気づいたら3時間ぐらいこれってつかぴー大丈夫大丈夫って言いながら、なんかこうね、私はううってこう心が痛くって、ごめんねって言いながら、もちろん車に戻った時に15分って言いましたよね、15分って言いましたよねって、私の時計は止まってるかもって言いながら、あのね、ご指導いただきましたが、でもね、この頃ね、こう嬉しい ね根気強いボスのね、ご指導のおかげで時間にも遅れず、トークも滑らかにとまではいきませんが、まあ、頑張られるようになった、なんていうのこれ、頑張れるようになった、そういうことですよ、もう山ちゃんありがとう、はい、もうね、はい、ありがとうございます。でね、もう一個ちょっとね、あ、これって素敵っていう、なんかね、短いメールなんだけど、あったんですよね。これだよね、重ねる、誰もがみんな愛や挫折や悲しみや希望を、つまり生きることを積み重ねている、懸命で不器用なその歳月はきっと愛おしい形となる。詩人ポエマちょっとこれありがたいわ。ふう、自己ちゃ ん、ね、ポエマ、いや本当なんか今日本当たくさんのメールとかね、コメントいただきまして、本当ありがとうございます。なんかさっき時を重ねたもの、なんか長く使ってきた古びたものではなくてっていうメールがあった時に、つまり
愛が長く使ってるとそこに愛が落ち着くんだよね。うん、つまり愛着が湧くという。あ、なんかこう、なんていうのかな、この長く使ってきた湯飲みだったり、うん、おじいちゃんおばあちゃんから受け継いできた昔の鍋とかって、なんか修理しながら使ってきたじゃない。で、なんかもう本当になんかこう、はあの、いい味が出てってるよね。そうそうそう。うんうんうん、あんなのって私すごい嬉しくって。わかる、うん。そう。なんかこう、漂白剤に入れて、うんうんうん、なんかこう、漂白するよりも、うんうん、粗塩で茶渋とか取りながら、うんうんうん、なんかこう、見てんのが好きでね。うんうん、私、植物とかも、うん、枯れてる姿まで好き。枯れていく姿、なんか緑色だけじゃなくて、途中の黄色い姿も好きだし、そのまま枯れて茶色くなっていくのも全部まとめて好きだから、全部レイとかに入れたくなる、うん、だからなんかやっぱりね、一つだなって思う。それで命っていう感じがするから、うん、だからなんかすごいそういう、その古いものって知恵だなって思う。本当だよね、うん、なんか古いものをおもんぱかるっていう思い、うん、なんか思いやるとかじゃない、やっぱり敬意を示したいというか、うん、さっき本当一番最初にピーちゃんがこのテーマについて、うん、こうずっとつながってきた命、うんうん、で今自分たちがその最先端にいてって、うん、一番ここのところにいてそれをまたつないでいくって言った時に、うん、この思いっていうのは、うん、やっぱり古き良きもの、うん、命っていうものを大切に思う思いとか、なんかやっぱり思うというよりおもんぱかる、うん、なんかいいなってすごい思う、うん、なんか本当にね、うん、はあ、いいなって。代表選手ですからね、自分たちがね。そうだよね、一番前で今どっちに才を、うん、本当サイコロをね振るか、うん、自分たちにあのねえ馳せられてるというか、ね、なんか自分だけやっても仕方ないや、自分だけこんな一生懸命積み重ねたって仕方ないやじゃなくて、うん、自分だけでもやってたらきっと次の世代に、うん、あと隣にいる誰かに伝えられるよね、うんうん、ねえ、あとなんか、うん、本当にあの失敗ってないと思う、思う、うん、思う、だからなんかどの選択でも、うん、あのいいと思う、うんうん、だからあの誰かに何か言われても、うん、自分がこうだと思ったことは、うん、やっぱりやって後悔しないようにした方がいいと思う。私もそう思う。本当なんか、うん、やっぱり人ってさ生きてると、うん、あこれやったらなければ、こうでなければならないに育てられてきてるわけじゃない、うん、人って周りを気にしてね。そうそうそう、うん、でもやっぱりいつしかそれに息苦しさを覚えて、別にそこに反発するのではなくて、そこから徐々になんでそうでなければいけないのかなっていうことを丁寧に、うん、別にそこを押し破るとかではなく、丁寧に丁寧に考えて感じて、そこから出た答えが今言ったように、ピーちゃんが言ったように、もう覚悟が ね、自分がそれだけの、うん、ね、もうそうだっていう覚悟があるんだったら、うん、本当にその選択は、うんうん、失敗ではないと思う。私も腹決めたんだ、うん、なんか、うん、もっと自分らしく、うん、あの楽ってっていうのは、うん、っていう意味を、うん、なんかすごくこう周りの人に説明するときに、楽って悪いことじゃないんだよって、うん、楽しいって楽って書くじゃない、うん、ってよく、ね、うん、使うけど、うんうん、だから悪いことじゃないんだよって、そこでみんな説明止まってるけど、うん、楽しいってことはお互いの思いが理解し合えてる、うん、通じ合ってるから何を言っても楽しい、例えばそれが言ってもっていうところに喧嘩をしても、相手の中に自分のスペースがある、つまり受け入れられてるとか認められてる、その安心感、それがよくホッとするっていうじゃない、それが楽なのであって、それが自分の居場所だったり、それがみんなの中に自分があり、で自分の中にみんながあり、で自分の中に自分のスペースがある、うん、それが楽だから、うん、お互いに受け入れられっていうことができてったら、うん、とってもハッピーなわけで、うん、そうなっていけたらいいなって
思うよねっていう話をしたんだけど、うん、だからその楽しいということ、本当の意味の本来の楽しいということをもっと自分自身がやってみんなに伝えたいと思う。うん、楽しむことに人は恐怖を感じてると思うし、そこに悪、なんか楽しんじゃいけないとか、人は頑張らなくちゃいけないっていうところが、なんかこの、苦しむことの美徳のようにね、日本人は思、もちろんそこに、あの、いいこともあるんだけど、でもそれは、自然とやりたいと思うことに対しての頑張りが苦しむことと勘違いされてるから、うん、そこの正しい理解を ね頑張って本当に好きなことやってる時って、うん、頑張ることが苦しいとは思ってなくて、そうそうそう、楽しいよね、ね、なんかそこの解釈をもっともっと、うんうん、本当はねラジオでもっと伝えたい伝えたかったいろんな真実を、うん、でも私は怖かった、うん、やっぱりこうなんかその真実を伝わってないことの方が多いわけで、うん、で伝わってないところにダイビングしていくっていうのは正直怖かったりとか、うん、でもそれを恐れずに私は今日この日から伝えていこうという覚悟を決めて、うん、Pちゃんに声をかけました、うん、わお。なぜかというと、ピーちゃんね、はい、大丈夫そう、とか急に、そうそう、なんかね、なんでかっていうと、私が真実と向き合うというスタートラインに立ったのは、うん、沖縄に来て、うんうん、まだエッセンスが首里にあった頃、はい、はい、うん、あの時にエッセンスに、私、うん、何度も言ってるの、うん、だけどそこにいるのはヒデちゃんだけで。ピーちゃんはサバニの練習をしてたんだよね。そして私はピーちゃんっていう人をみんなから聞いてて、それもなんか聞いてたっていうよりも私がそこに行ってたらさ、周りの人が、え、ピーちゃんのいとこねとか、兄弟ねって私みんなが言ってくるわけ。違うけど、ピーちゃんにまだ会ってない。じゃあみんなが似てるというそのピーちゃんに。こんな可愛い人に出たら幸せだわ。私、早く会いたいと思ってたら、ピーちゃんが、やっと会えたのが6回目ぐらいなんだよね。会えたのが。マジ？そう。そしたらピーちゃんが私を見て、いや久しぶりって入ってきたわけ。で、私キャコーンとしてんだけど、そして、で、元気だったって、なんかピーちゃんは誰かと私を勘違いしてたみたいんだけど、そしたら慌ててひでちゃん、ピーちゃん違うよ、この人初めてだし、内地の人だし、とかって一生懸命言ってて、その時に私なんかね、スコーンってなんか抜けたんだよね。これでいいんだって。で、その時にピーちゃんが私を初めて会った人だって分かった時に、へーって言ったまんま、ニコニコしながら、ふーって。で、そこ、その時にいた。悪びれもなく。とっても料理の上手なあの人、誰だっけ、名前ちょっと忘れちゃった。まさこ様かな、そうかな。まさこ様。うん。が、に対してピーちゃんが、あー、お腹空いたって言って、なんかご飯を食べ、一気にこう食べ始めたのに、あ、これでいいんだ。最低です。違う。私に足りないものはこれだって思って、そっから私の革命が始まった。自分に戻る革命が始まって。これは真似なくていいと思った。なんかね、そっからだね。私、今の私にたどり着くまでの。もうねえ、うん、なんて言っていいのかわからない、うん、でこの間ピーちゃんにお願いした時に、なんかまあどうエリュどうこの頃みたいな話になった時に、うん、まあねってこうね、うん、ちょっといろんな、うん、ちょっとみんなにはまだ言えない話なんだけどね、うん、話をした時に、うん、大丈夫だよエリュは、うん、あもう大変そうだなって思うことあってもははんって今度こそダメだろうなって思ってもははんって笑ってかっこよくスパッと行くから大丈夫大丈夫今度もって言われた時にあそんな風に見てくれてたんだって思ったらあそんな風に見てくれてたってことは私ってそんな人間なんだろうなあじゃあ何もいつも大変とか言ってるんだけど、うん、なんかしばらくしたらもう終わってるんだよねだからあれってこっちが心配してたけどなんかどうでもよかった感じだないや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 結構もがいてね、うん、だから早い、うん、抜けるのが、うん、あうんね確かにねだからね
うん、これもね、うん、ピーちゃんとあのエッセンスでね、いやいやいや、出会ってからもう本当にいろいろあったよね。エルエナズイエルエナズイがあの震災の時もなんか、うん、こうこっちに渡ってきた時にエリューは生きてると思ったよって言われたのがね一番最初の一言でしたからね。なんかこうエリューってこう抱きしめられるのかなって私ちょっと思ってたんだけど、エリュー大変だったねって言われるかと思ったらエリューは生きてると思ったそれエッセンスのみんなに言われた、あのヒデちゃんにもあのチャーミンにも大丈夫エリューは生きてるって思ってたからって言われた時、あの津波見てもね、エリューはなんかどっかしら引っかかって生きてると思ったって言われた。そんな。なんかね、なんか逆に嬉しかった。うん、ね、うん、もうね、うん、やっぱり強い人はね。うん、私強い？うん、あくん強そう。何それ。つまり、うん、悪にも強くないと光に進めませんからね。そうですよ。ねえ。私、うん、ずっとね、うん、すっごいいい人だと思ってたの、自分。うんうん、いやいや、みんな腹黒いですから。で、とってもいい人だって思ってたわけ。こんないいやつあんたたちなんでよって思ってたんだけど、ある人にね、このリスナーのある人に、うん、まあ、はっきり言えばちゃんおかさんなんですけど、ボスにね、言われたのが、結構エリューさんやらかしてきたでしょって言われて、そんなことないよって言って、そっから蘇る蘇る。私結構そうだなって、あ、だから人の痛みもわかるし、理解できるんだなと。あ、必要なことをやっぱり積み重ねて、積み重ねて、生きてきたなと。やっぱいい人生だったな、ね、おめでたい、おめでたいも、これも、全部。ある意味、ピラニアを噛み砕いて生きてきたかもしれないぐらいね。すごい、ピラニア噛み砕くって。お供にしてたかもしれない。すごいね。金魚好きとかって本当は飼ってたの、ピラニアだったかもしれない。いやー、桃太郎でもね、猿とかキジとかなのにね。でもなんでさ、桃太郎さ、あの、猿、キジ、伊豆のこの系の中をお供にしたんだろうね。でもエリューはピラニアでしょ。いやいやいや、ちょっと例えただけで、可愛らしいウサギとかキリンとかね。でも、あの、熊にまたがらず、サイにまたがってみたいなね。なんかね。でも、ほんとみんなからの私のイメージってどうなんだろうなって、ちょっと思うときありますよ。自分では結構弱いなと思ってたら、強いよってみんなに言われるから。強いよね、ほらほらほら。そうで。そう？うん。じゃあ、ちょっとリスナーの皆さんに振りたいと思う。私のイメージってどうなんですかね。ぜひあのコメントください。はい。聞きたいですね。ピーちゃんはエッセンスをやってもう何年に？今度17年になるね。うん、そうなんだ。早い。うん、2000年にできたから、2000年の4月26日に。じゃあできて間もなく出会ってる。あ、そうなの？うん、あれま、うん、本当に？多分もうそう、すぐぐらいに出会ってると思う。あ、本当。うん、全然覚えてない。ごめん。まあね、私ね、あのね、存在感ないから。違うんだよ。違う？さ、ピーちゃん気づいたことがあって、うん、名前覚えるのも苦手でしょ？あ、一緒。肩書き覚えるのも苦手でしょ？あ、一緒。うん、チャーミーはよく知ってると思うんだけど、うん、向こうで。うん、で、チャーミーは知ってると思うんだけどが3つ目、4つ目になってるのが不思議な指の折り方かなって。さすがエリュよく見てる観察力。そうだからね、うん、本当に今何の話だった？何だった？エリューさんのイメージ？あ、じゃあ、あれ？あれ？違う。なんでこの話したの？強い。あ、違う。あ、覚え、うん、何だっけ、何だったっけ。ちょっと私とピーちゃんって何の会話してた今。あ、エリューさん見てると癒されるではないけど、すごく元気もらえますってよ。ほう、レレッチさん。もう。呼ぶこれ。読む。お願いします。シローさんはね、はい、強そうで繊細な方。ちゃんおかさん、爽やかなトンチンカン。何それ爽やかなトンチンカン一福堂さんは強いイメージがあるなということですよ。はい。
やっぱり強いよ、ほら。ね、強いイメージ僕もありますよ。ね、あ、ただ繊細のイメージもあるね。あるあるある。ね、あれって飛行機 UFO？ UFO じゃない？あ、なんかが映ってるんじゃなくて？じゃない。どんどん消えてくよ。あ、動いてるよ。あ、動いてるね。え、でも UFO も動く？あ、飛行機かな。つかっぺ来てます。強いイメージで癒される。あ、強い。なんか任しとけみたいな感じなのかな。いや、そこではないと思うんですよね。どんな感じ？ね、一応は強いイメージはあるんですよ。うん、だけどやっぱり同じぐらい繊細なイメージもありますよ。僕はね。結構山ちゃん知ってるからね。うん、結構ね、やっぱそういうのはあると思う。ただ両方あります。だから、いいんじゃない？両方あるって。うんうん、すごい素敵だね。ね、素敵ですよね。うん、でも爽やかなトンチンカンってなんだろう。これもわかる。何？どういうこと？なんか爽やかにトンチンカン。私しっかりしてない？いやいやいや。だからその自由気ままな感じってレレッチさん来てますね。私自由気ままな感じ。あ、そうなんだ。でもいいじゃないですか。いいんじゃない？とてもいいイメージだと思う。みんなすごい素敵な方ばっかり。うん、なんかうちの親は理解できないって、私のこと、うん、理解できない。だから家族になるんだはずね。ピーちゃんたまにこうガーンといいことを言いますよね。ピーちゃんかなりいいこと言う。ねえ、すごいな。さっきのね、植物の話もすごく感動しました。あれ、もうジーンとしたな。嬉しい嬉しい、たまにね。そうなんです。いや、たまに結構、いや、かなり、ビシッとね、来ますね。メールも読みましょうか。はい。はい、ですね、シローさんからメール来てますよ。うん、エリューさん、ピーちゃん、山内さん、こんばんは。はい。こんばんは。あつお改め。はい。ワンダフォーなシローです。あ、かっこいい。ワンダフォー。桜も散り、葉桜。ナイチはこれから桜の季節。あ、エリューさん、今日は誕生日おめでとうございます。去年より素晴らしい日が、一日でも増える一年になりますように。その一日に僕が加われたらいいことです。息子よ、素晴らしいね。いずれ僕も結婚したら、うん、家族ぐるみでお付き合い願います。そうだね。この間の彼女が来て、一緒にって言われたんだけど、うん、せっかく来てんのにさ、何も私が邪魔する必要ないじゃない。二人で楽しみなさいと。なるほど。重ねるテーマですね。はい、人間は毎日何かを重ね、勝手にしていく。うん、それを良くも悪くする人も、それぞれ。うん、自分は表は何も考えてないようで、何かしら考えたり、一つでも何かを学んだり、自分のものにしたり、うん、成長したいと思うばかりです。うん、今年は真の勝負の年。移住して少しは上手に仕事にもなれ、沖縄の方々にも受け入れられているはずだと。毎日変化し、経験し、糧を重ねて、今の自分がいると思います。さらに、いい人間、人として素晴らしい人間になりたいと思うばかりです。ということで、もう一つのテーマ、思い出に残る誕生日。それは学生時代、毎年家族に祝ってもらった誕生日。チーズケーキだったり、おめでとうだったり、今となれば思い出に残る誕生日でした。今年も実家と沖縄の遠い場所ですが、両親からはおめでとうと言われたことも思い出となります。思いが伝わる一言ですね。また今回彼女も沖縄に来て付き合い始めて初めての誕生日を迎え、彼女が沖縄に来て祝っていただき、ありがたく嬉しい誕生日でした。まあ素敵。また食事もいつも行く女さんの居酒屋に行き、食事をしながら祝っていただきました。彼女から大事なプレゼント、ポール・スミスの財布をいただき、大事なプレゼントや思い出の誕生日、And I love you、 そして何時、我、何時を愛おしむ日となりました。こんなメールですが、厚を改め、ワンダフォーな資料でしたということで。かっこいい。はい。ね、素敵ですね。ピーちゃんは思い出に残る誕生日って。そうね。ピーちゃんね、4月5日だからさ、うんうん、春休みなんだよね。だからあんまり誕生日とかはやってもらったことはあんまり経験したことがないんだけど、うん、あんまりないかな。だけど一応、うん、カラオケ、あ、やってもらって、あ、一
一つだけあるね。高校の時、元旦那さんが、高校の時の誕生日の日に、高校3年生だったかな、その時に、まあ、学生だからほらお小遣いとかないわけよね、でそれで毎日のバスの、バス賃を貯めて歩いて学校に通いて、私に靴をプレゼントしてくれた。素敵、ね、感動した。感動だね。いいですね、ね、いい話、いい話、なんか面白いメール届きましたよ。傘を立てていたが風で倒されて傘が寝る、傘寝る。待って待って大好きこの人。いい誰名前言っていいのかな。もうこの人がこんなこと言うとは思わないような人が来てよ、ね、なんかね、私結構記憶がでも私ピーちゃんのお誕生日の思い出で、私聞いた思い出で残ってるのがあるの。ピーちゃんが子供の頃に、あのなんかお家でアイスクリームを売ってたと。売ってた。そしたらね、なんかピーちゃんがとってもアイスクリーム好きだから、おいでって言って誕生日の日に口いっぱいにアイスクリームを入れてもらったっていうのを聞いたことがある。覚えてないの。それを聞いて、いいのって思った。覚えてない。なんでだろうね。なんで隣の私が覚えてるの、ね、っていう話を聞いた。誰がそんなことをやってくれたのかな。お母さんがしてくれたって言ってたよ。本当、でお母さん大好きって、なんか母ちゃん大好きなんだって。嘘だ、嘘かな。そんなことないでね、私いろんなやっぱり自分の小学校の時、こう友達とかとの誕生日もあるんだけど、今朝うちの母親から、梅開花したよ、三寒四温を繰り返し暖かくなるんだよね、人生も同じ、誕生日おめでとう、生まれてきてくれて、生きていてくれて、生き抜いてほしい、笑って生きてほしいっていうメールが来たの。素晴らしいお母さん、ね、なんかね、お母さんも詩人だけど思いがすごいね、思いがなんかだいぶこもってます ね、なんかね、伝わってきた。もう勘弁してって思う。もう嬉しすぎて ね、で、なんかこの梅が咲いたよっていうのは、私が小学校入学するときに、梅の、苗木を2本植えてくれたんだよね。そう。で、白と赤と植えてくれて、で、その、梅が咲くのと、実がつけるのと、私が、人生、こう形作るのどっちが早いか競争しようって、だから頑張るんだよって言われて。お母さんおしゃれだね。そういう人なんだよね。まあね、なんかすごい、まあ、ありがたいな。あんまりいないお母さんじゃない。そうそう、聞いてたイメージと全然違うわ。いや、だから強いんですよ。すごいね、とっても強い。素敵なお母さんから生まれたね。かなり、だから私が可愛らしい女性とかっていうよりも、かっこいい、ある時気づいたのが、私はかっこいい女性がとても好きで、なんでかなと思ったら、私の祖母も母親も女性としてかっこいい人だった、だからなんだなって思って、でも私が目指してるのは可愛らしいおばあちゃんになること、まあ、そんなね感じで、で今回ちょっと誕生日前にお誕生日プレゼントが届いたんですよ。あれ何焼きっていうんだっけ、有田焼き、何焼きだったかな、焼き物、一輪挿しの、本当に素敵な一輪挿しで、素敵だなって思って嬉しくて、もう何って言いながらこう開けて、もうそれまではおしゃべりしてたのに息が止まるほど一目惚れだったというか、でそしたらありがとうってね、送ったんだよね。それ友達からもらったんだけど、そしたらちゃんじゃなかったね、その友達が、この焼き物には必ずハートが入ってますと、探してみてって言われて探したわけ。探しても探してもないんだよね。
って、いや、私、ないけどって言ったら、いや、こんな風にあるんだよって、その人は Facebook っていうか、メールで送ってくれて、どの焼き物にもこういう風にハートがあるって。いや、私のないよって言って、その友達が遊びに来た時見せたわけ。あれ、ほんとないやって。つまり、私に愛はないんだ。笑ったけど、なんかね、そういう、あれも、ありつつ、それで、面白い、なんか素敵なものみたいだったんだ。そう、オチがそれで、相手も予想してないものだったと思うよ。悲しい。もう自分で書けばいいさね。ね、どっかに書こう、ね、ちょっとあれに書くのはちょっと怖いなと、ね。まあ、コメントまた来てますね。お願いします。はい、はい、レレチさん、去年の誕生日に、大分、東京の友達がわざわざ祝うために集まってくれた時はすごく感動していい思い出でした、うん、この年になると祝ってもらうのも嬉しいけどお母さんに感謝する日になりました、うん、ということですね。そうだよね、なんか親に感謝する日だよね。本当だね。そして一服堂さん、素敵なお母さんですねということで、ねね、ありがたいです本当。なんかそう言っていただけてなんか嬉しいです。なんか明日伝えますね。はい、素敵ですよね、本当に。はい、以上です、はい、はい。なんかそんなこんなでね、なんかこう重ねる話してきて、どうなんかこうやっぱりさ、なんかさ初めの方ね、こう年をかさ、あ、くたに焼きだ、くたに焼き。あれ、私なんて言った、ありた焼き。ごめん、くたに焼き、くたに焼き。すいませんね。思い出してよかったね。はい、くたに焼き。そう、ピンクのね、素敵な、なんか、あれだった。そう。そう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 。で、テーマに戻ると、この、なんていうの、こう、全般戦で老化とか、年重ねると目見えなくなってくるよね。不自由なのが出てくるよね。って、いう話を、が出てきたけど、でも、年を重ねることによっていいこともあるよね。ある、ある。どう？あ、僕はね、今多分先週ぐらいも言ってたと思うんですけど、うん、すごい今が楽しいんですよ。私も今が楽しい、ねえ、なんでかね、ねえ。なんか若い頃ってさ、嫌なことあるとなんかもうこれで終わるみたいな感じしてたんじゃない？でも年取ってっていうか年重ねてくると嫌なことあってもこれはまあどんぐらいで解決するだろうみたいな、ね、でこれダメになっても次がなんか出てくるよみたいな、そうですね、楽しいことやってくるしとか、解決しないわけないとか思うよね。思う思う。そうですよね、もうだいぶ強くなってね。わ、うん、かるね、やっぱり重ねるっていうのは経験だなとは、ね、思いますけどね、すごい。やっぱりこう、酸いも甘いも経験してきて。経験だね。何かよくわからないけど。なんかさ、ほんと、あれもこれもなかったら今の自分がいないし、あれもこれもなかったらあの人もいないわけで、あの人もあの人も、みたいな。そうなると過去にやきもち焼いても仕方ないなって思ったりすることとか、まあこれから来る未来にどう一歩踏み出すか、今までの生きてきた積み重ねを生かしてみたいな、そんな感じ？ねえ、もう強くなったんだろうね、本当に ね、 ねなんか何かあったらね、チャンス、ピンチはチャンスとか言ってるから ねだってさ、なんかみんなにガーガー言われてる時って前だったら落ち込むじゃない、なんで私そんなことしてないのになんでそんなとかさ、今こんなに辛いのになんでそんなことみんな言うのって思ってたあの頃、今なんてそんなに私に注目してどうすんのそんなに私気になるみたいな、あれが可愛いからか、そういうこと思ったことないないやピーちゃんも可愛いですよ、ピーちゃんね、ありがとうございます。ありがとうございます。可愛いですよ。ありがとうございます。ところが、ちょっとさ、5、6年ぐらい前だったら、あ、可愛いとか自分で思ってた。正直ね。でもこの頃は、もう思ってたら、年取ってきたなって。可愛いっていうステージではない。可愛いけど何か？あ、何か？何か？ってやっとけばいい。なんか可愛いってもし言うんであれば、性格？みたいな。もう、
全部持ってますけど、あ、何か、何かねえ、そう言い切らないまだ自分がいますけどね。もう言い切った方が楽さ。ね、うん、大丈夫かって書いてあるからね。大丈夫だよ。あ、そうだね、みんな、相手の問題なのに。そう、そう。あなたの好みですから、別にね、それは、判断基準はね。うん、私は私で。そうそうそう。ね、はい、うん。でも、山ちゃん、今、とっても厳しいかもなって。いや、それ。今日はお仕事ですからね。なんか今まで優しいふわーっていう顔してたのに、目してたのに、あ、はい、まあ、まあ、なんだよね。そうそう。いろいろな。いろいろ、いろいろっていうのが一番怖いわな。ウケる。コメント来てますね。うん、あ、読みますか。はい、ちゃんおかさん、突っ込めません。どういう意味、同意でございます。なんだよ。そしてレレツさん、毎日、私も毎日仕事もプライベートも楽しく充実してます。はい、お酒を上手に飲める年頃から楽しいかもっていうこと。ああ、なるほどね。私ね、ピーちゃんも確かあんまりお酒強くないんだよね。うん、ね、そうだね。一応飲みはするんですか、ピーちゃん。飲んだりはするよ。どれぐらい今。昔はね、なんか本当にアホみたいに飲み寄ったけどね、すごい、今はもうそんなに飲めないビールを、いっぱい飲むかな。あのね、楽しい時はいっぱい飲むよ、一応。だけど、毎日は飲まない。楽しくてもあんまり飲めない。なんかもう、ビール、注射器いっぱい。もうなんか調子良くてやっと、うん、アルコールいらないでよって言われてるんですよ。あ、二人そんな感じよね。そう、ビンゴー。はい、アツオさん、自分も今が楽しいということで、いいよね、今楽しいって、うん、それが言えるとまた ね、うん、いいよね。あ、なんかで、この頃さ、前だったら、あ、あそこ美味しいんだってって言って行くけど、うん、今、あそこ美味しいんだって何美味しいの？そうなんだ、あれ美味しいんだってなると、自分でまず作ってみようになってる。あー、そうだよね、エリオそうだよね。うん。偉いなと思った。うん。もう、作る。そこまでは思わない。私なんか見た目は出ないけど、なんかね、やること趣味は地味なのよ。そう、エリューの、ね、料理も美味しいし。ありがとうございます。ねえ、今うどんにハマってる。あ、もうこねてるの？こねて、マジで。そう、寝かせて、どうやったら伊勢うどんを作れるかみたいな。へ、ね、そう、なんかね、そこに今チャレンジしてる。すごい。いいうどんね、美味しいうどんっすね。とっても美味しいもんね。今、伊勢うどんが、うん、あの、目的なんだけど。チャーミー向こうで聞いておかしい。だけど、あの、でも今まだ自分が作ってるのは腰のしっかりしたうどんばっかりだわけ、出来上がるのが。あ、いいんじゃないの？そう、腰がしっかりしてる方。そう、ね、うん。で、ただ、なんで伊勢うどんを作ろうかと思ったかっていうと、うちのおちびが、なんか、帰れませんサンデーかなんか見て、伊勢うどんを見たんだよね、うん、食べてみたいなって言われたら、ほら私親バカだから、うん、もう子供大好きすぎるもんだから、いいお母さん、あのなんかね、うんうん、あ、じゃあ作ってみようみたいなので、うんうん、なんかね、よしって思って、でも作り方わかんないから、あのね、ボスに連絡して、伊勢うどんどうやって作りますって言ったら、えっていうの返ってきて、まあ調べて送ってくれたんですけど、いいね、ね、もう、味噌煮込みうどんとか、いろいろ味噌カツとかも食べたいですね、うん。お家でも作りたいと思いますが、うん、なかなか材料が入んないのよ。赤、うんうんうん、あの、赤味噌。うんうんうん、赤味噌、赤味噌って言うんだっけ、赤味噌でしょ。うん。あ、違うのかな、うん、うん。とか、うん、あとなんか、赤酢とかね、手に入んないのよ。へー、なんだかたまり醤油とかね。そう。